ハムレットの物語が好きです。そこには僕たちの悩みがあり、僕たちの恋があり、僕たちの戦いがあり、僕たちの青春がある。僕はハムレットと共に悩み、怒り、胸を焦がし血をたぎらせ、僕はハムレットと共に僕の青春を生きたいのです。Thank you.
俺は行かなければならない。死者たちの住む黄泉の国、亡き父の亡霊に会うために、夜ごと亡霊となって現れるその訳を聞くために。父よ、なぜなのだ、なぜあなたは姿を現すのだ、なぜなのだ、なぜなのだ、なぜなのだ。私は全てを奪われた。
てよ昨日の全て悩み苦しみ心の戦い
たいよ。お前を焼き、いつかお前も死体になる。お前を焼き、花の笑顔も腐り果てる。To be or not to be, to be or not.
オフェリアが狂った、オフェリアが狂ってしまった。この俺のせいなのだ。俺は叔父と間違え、カーテンの陰にいたお前の父を刺してしまった。その悲しみの果て、オフェリア、お前は狂ってしまった。オフェリア。
凍る水面漂い流され刺した。俺は亡き父の復讐を遂げた。だが俺もまた毒の剣に倒れた。オフェリア、
愛するオフェリア、どこにいるのだ。俺を、この俺の魂を、お前のもとに導いてくれ。夏の続き、少しの毒、そして幕は下りる。
ジョニー・アリディのレコードのジャケットはこう結ばれております。澤田さんの熱演どうもありがとうございました。澤田さん、はい、いつの日かハムレットはやってみたいと思ってらっしゃいました。そうですね、やっぱりもう2枚目の見本みたいなもんですからね。あなたにはぴったりですから、いつかやってみたかったです。そうですか、夢が叶いましたね。最初にこの何ですか、出会いっていうのはどうだったんですか、ちょっとご説明します。フランスに行った時に、ちょうどこのレコードの出版会社の人が、はい、ケンジにぴったりのレコードがあるから、ぜひ日本でやってくれ。